堂上はでもパンチ力タイプなのね。強振してるから、まあタイミング外せば。いや、さあどうする？ナックルでいく？そうだよね、こういう風には出てくるもんね。よし、よし、で大島はよく打つからね。さあちょっと目線を変えさせよう。大島よく打つから。鈴木、さあこの流れでいきましょう。ピッチャーを交代します。なんぼなんでも大島でもそう簡単に打てんピッチャーよ。よし、オッケー。大島が調子悪くて助かってるな。ビシエド一発がある。さあ、いいよいいよいいよ。単打で、単打で、うん、単打で済むから。打たれたけど。さあ1点差、やばい。福田にホームランとか打たれ、いやー言えるぞ。よし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 、 OK。 スイだな、飛ぶ上。うわー打たされた、いきなりスライダーで打たされた。出されたな。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー鈴木。第9、肩のスライダー、ボール。まずは外角低め。下横の変化球があるのね。ストライク、膝元厳しいところ。第3球を投げた。打った、流し打ち。よしよし。鈴木、ナイスバッティングです。ピッチャーの鈴木が打ったの。すごいね、ピッチャー鈴木を打った。打順のトップに帰って小林。第9投げた。自援護ね、自援護できるチームなのか。このチーム第3球を投げた。渾身のストレート、空振り。第4球を投げた。縦のスライダー、ボール。投球もう行ってほしいよ。なあ、空振り三振。いいとこ。第9投げた。もう行ってほしいな。際どい球、ボール。第2球打ちました。よし、さあ、じゃあダイソー使うか。ここダイソー、鈴木のところに一番足速い選手がいない。あんまいないのね、ダイソー用のキャラもあんまりいないんだ実は。じゃあ藤島で。藤島多分初出場だよね。うん、ダイソーできる。なんとか1点でワンヒットで帰れるように準備しといて。いや、いいとこ投げる。バッター追い込まれました。第4球を投げました。顔の前通過。第5球投げました。うわー打たされた。一塁送球、うまい。うーん、まあどっちも無理だったな、このソフトの送球じゃ。さあ抑えてくれ高橋、頼む。優勝決めるぞ。1点差か。9回の裏、1点も追いかけます。ドラゴンズの攻撃。この回のトップバッターは対左投手 F だからいけるぞ。フォークボール、空振り。追い込んでから投げました。一つ外した、ボール。第4球を投げました。よし、山本ボールを掴んだ。サードから一塁、オッケー。マンナト、あと2アウトです。さあ右バッターボックス、7番阿部。投げた、初球空振り。1球目空振りから第2球投げた、流し打ち、どうだ。オッケー、さあ2アウト。木下、パワフル。ここは何としても抑えたい場面。ストライク、まずは入れてきました。投げた、スクリーンはボール。
3球を投げた。よし、ファルか、強振しているか。次は4球目投げた、インロー際どい球、ボール。さあフォークで決めよう。打ちました、ファルボール。もう一球フォーク。次は6球目投げました。よし、優勝です。セリーグトーナメント制覇、1軍よっしゃー、1軍やはりチーム力もいいんですね。でも本当にギリギリだった4対3。いやでもやはりこういうね、接戦を勝ち切るチームっていうのは本当に強いチームなんでいいと思います。スライエア接戦でしたね。ホームラン1本打たれた。なるほど。強打大島を4タコにしてるのがでかいっていう感じかな。こっちは、加藤2安打、小林2安打、渡辺1安打成績です。1軍1位、中日2位、3位にベスト4が日本と同様カープ。成績をまず見よう。成績、打撃が、今大会セリーグトーナメントでは吉田、田中、加藤、ホームラン2本、7本。吉田が MVP かな、セリーグの打線部門ではね。投手部門ではやはり佐藤が7回しっかり投げ切っていること。まあただ短期決戦すぎるからちょっと投げれないピッチャーも多くなると思います。今回多分パリーグトーナメントでもこの3人で行くつもり。だってこの3人が一応、1軍のピッチャーとしては、ピッチャーでやってたわけだから。で、同栄は第2先発もできるから、まあ、アルビン、同栄ってつなぐ手もあるね。こうやってもね。パ・リーグトーナメント。でも、やっぱり短期決戦は勝たなきゃいけないわけだから、エースでいかなきゃやっぱりダメなんでしょう。ダメでしょう、やっぱり。さあ、終了しまして。この溜まったポイント使ってもうちょっとパワープロショップでちょっとサクセスオールスターをちょっと投手陣を増やします。はい、まあこのサクセスオールスターは、パワーフェスで対戦して、まあアレンジチームを作った後にパワーフェスキャラで加入したキャラなんですね。でそこがまあ投手陣になります。で、あとは適当にサクセスオールスターを作るっていう中で出てきた、野手陣になってます。で、まあ勝手にオーダーも、こういう風になって、勝手に決めてくれたんで、でこのオーダーでそのまま行きたいと思います。このパーフェスキャラみんな強い。普通にこう負けたキャラも多いんで、佐藤だけはまああれですよね、中学生を元にしてるみたいですから戦力にはならなそうですけど。普通にこれ本気で来られたら多分パリーグのチームも勝てないと思います。猪木、桜沢、みんないいピッチャーですね。で、これ、ポイント、このプレイしてる間にポイント貯まるんで、まだ加入してないピッチャーもいるんで、そこが増えたときに、相手が本気で来られたら、多分このサクセスオールスター、多分勝てないと思う、パ・リーグのチームでも全然。
トーナメントどうなってくるんでしょうかね。さあ、この一軍でのチームの最後の戦いになります。8チーム、大会参加チームはパリーグの6チーム。そしてアレンジのサクセスオールスター、そして、我が一軍ということになります。この中で優勝できるか、どう能力値もやっぱサクセスオールスターが一番いいですね、うん、だから普通にソフトバンクとかでも勝てない可能性は普通にある。ただ短期決戦なのでどんだけ戦力があっても一発勝負なんで負ける可能性はあるって感じですね。日本が中日に負けるようにということで、オプション設定が投手して、試合、コールドが、5回10点ですね。球数制限も90球にします。そしてさあ行きます。初戦の相手は西武ですね。西武に勝ってもサクセスオールスターが来る可能性がある。だから千葉ロッテに何としてでも一発勝負だから勝ってほしいということですね。最後の最後もやはり優勝を目指したい一軍だから、うん、1回戦敗退なんて言わせないようなね、活躍。だから1回戦敗退した場合はもう一軍はここで戦いは終了となります。はい、だからまあ軍によってはあっさりねこのトーナメント戦は終わる可能性があるわけですよね。はい、結構緊張感はあるよね。1回で終わるかどうかなんですから。さあソフトバンク対楽天はどうだったんでしょうか。ソフトバンクが6対2で勝っています。石川が勝利、松田8号さん、現ソフトバンクの選手ではないですけどね、松田選手も。さあこの当時の能力値で、この当時だとオリックスは弱い設定なのかな。今は強いですけどね。あ、しかしオリックスだった。まあ山本由伸だからです。そうなるか、やはり。まあ初戦はやはり投手力が一番決め手になる、なりそうだからね。絶対佐藤でいきますよ。一軍エース。うわ。しかも相手投手、高橋光成じゃやばいな。けどこの当時の高橋コーナーだったら打てるかな。出番何回設定のチャンスか、ピンチ。はい、オーダー、もちろんエース。いやーでも同栄が調子いいから同栄でいくか。でも負けたら終わりだからな、そこ怖いんだよな。初戦は同栄でいきますか。まあ、DH を絶好調の持ち続けにするぐらいにしますか。じゃあさあ行きましょう。いきなりセーブ。あのまだ森友哉がいた頃か、森に打たれそうな気がするけどね。ちょっとそこが不安だね。パワフル対埼玉西武ライオンズ8チームトーナメント第3。まあいきなりピンチ、ツーアウトピンチ。先制点を防ぐことができるか。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、はい、第2球投げました、外れた、ボール。打たれたー、マジかよ。スリーだ。では先制の場面。痛え、いや痛えな。そうです。
なぜか真ん中に散ったな。よし、まあこっちも打ってきゃいいの、打ってきゃ。さあ望月なんとかつないで、よし、なぜか高橋この真ん中に球が集まってるから、いいぞ。真ん中だもんね。リプレイをご覧。バッターはトップに帰って小林、パワフルス一打同点の場面を迎えています。どうだ、あーちょっと上がりすぎた。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレイです。2回、よしよしホームランで同点、ワンアウト1、2塁。さあこの時に高橋君はちょっと安定感がなかった時だから、打てるんじゃないか。第2球投げました、見送ってストライク。早くも追い込まれています。打った、レフトへの当たり、出る、よし、二塁ランナー三塁ホームに突っ込む。4対3、パーフルス勝ち越し成功。吉田タイムリーヒット。パーフバッターは7番伊藤、今日2度目のバッターボックス、投げました。あわよくばホームラン狙うよ、あわよくば。第2球投げた、よし、ホームランにはならなかったけど、さすが一軍打線。高橋コーナー KO して水上由伸が来ました。これが2度目のバッターボックス、投げた、カットボール見送ってストライク。第2球投げた、あわよくばホームランがいいんだけど、ね、田中じゃちょっと厳しいか。第3球を投げた、うん、出された、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。第1球投げた、初球見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、よし、うん、セカンド、そうか、序盤終了。ちょっと打たれすぎ。ここはなんとかしのきたい。初球を打って、セカンド真正面、2塁アウト、スリーアウトチェンジ。では改めて、うん、いよいよ2アウト2塁。山川穂高がちょっと怖いんだけど、普通に見送ってストライク。これで追い込みました。よしよし、三振、同栄、見事なピッチングです。6回の、よしよし、ホームランで6対3になった。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは、うん、初球はストライク。同栄この回まで行こうか。投げました、空振り、タイミング合いません。投げました、よしよし、三振、空振り三振、うん、全く大滝相手に打たれたかな。ファルチップ、これはしっかりキャッチしていました。投げました、真ん中に送ってストライク。やっぱり真ん中に絶対投げちゃうだろ。投げた、打ちました。とりあえず打たれないとこに投げるしかないよな。第4球を打たれてもタンダになるってコースみたいな。取った、セカンドから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番岸、今日はサードゴロと。よし、抑えたんじゃない。しぶといね、しぶといとこ打って、しかも岸は足が速いんだろうな。どの先、第9、もともと足でプロ入ってきた選手だ。投球はこれから3球目、危ない球、ちょっと牽制入れとく。タッチはセーフ。第4球を投げた、打ちました。よし、これは取れる。よし、これでスリーアウトチェンジ。ライオンズ、宮川来ました。一発病があるからホームラン狙ってもいいんじゃないか。第2球、危ない球。第3球を投げた、150キロ、ただ球速い。追い込んで投げた、アウトロー、際どい球、ボール。第5球投げました、うん、いい球。てます。このパワーカーブなかなか打てます。バッターは3番渡辺、今日はここまで3打数ノーヒット。失投だった。初球空振りからストライク、バッター追い込まれました。第3球は流し打ち、山川。まあ山川ファインプレー。宮川取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。投げました。よし。打てた、抜けた。バッターは5番山本、今日4度目のバッターボックス。第2球、いいスタート。これはセーフ。セーフ。
さあ二塁にした。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。危ない球。次は5球目。よし、この盗塁がしっかり生きた1点です。2塁ランナーホームイン。パンフルス1点入りました。7対3。先ほどのプレーです。左バッターボックスは6番吉田。第1球投げました。よし来たろ。さらに伸びていく。ホームラン。完璧に捉えた。左バッターボックスは7番伊藤。第9投げた。もうここでホームランでもうコールしちゃおう。初球ストライクから2球目ストライク。すごい無理か。ほら。ホームランにはならず。ホームランにはならず。よしコールドにしちゃおう。ここでここで終わらせたい。なんだ申告敬遠。おー珍しい。ね、前のパワープロではなかったからこういうシーン新鮮だよ。よし、あーアウトか。あーくそ、あと1点なのに。じゃあ尾崎でも使っとくか。試しに投げた。真ん中にストライク。1球目空振りから投げた。打ちました。よし、いい大崎。これでワンアウト、ランナーはありません。森にホームラン打たれそうだけど、まあ打たれたら知らないわ。第2球投げた。打った。飛びついた。ライナーだ。ヒット。まあヒットくらいならいいや。森ナイスバッティングです。バッターは指名打者中村。ストライク。少し迷ったか。投げました。打ちました。ライナー。セーフ。二塁。中村。うん、栗山打ちそうだな、なんか。こういう展開だと。これはバットの根元。ああ。満塁。一塁セーフ。栗山ナイスバッティングです。パーフルズなおもピンチが。ちょっと山川怖いな、なんか。二塁はセーフ。続きでいくか、やっぱり1回戦からちょっと鈴木は出したくなかったんだけど。投球はこれから3球目。1つ外してボール。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。よし、最新です。バッターは7番ウー。今日4度目のバッターボックス。1球目ストライクから打ちました。いい当たり。打たれたか。ライトからファーストへ。まあまあまあ、しゃあないしゃあない。うタイムリー。パーフルズなおもピンチが続きます。さあ2アウト満塁という場面でアイトにホームラン打たれてるから気をつけないと。スタンドに入りました。まさか2本打たれるってことはないと思うけど。投げました。打った。打たれた。やべえ、アイト打つな。コールド寸前だったのにな。続き使って打たれまくるという。初球ファールから投げた。セーブの打線がちょっと底力あるよね。よし、一応なんかな、終わらせたかった。やっぱりまあそうか。でもまあそうだよ、裏の攻撃だもんね。来た。よし、先ほどのプレーです。右バッターボックスは2番加藤。今日は戸上投手の逃げ球とか結構特殊能力ある場合には頑張って。投げた。外れた。ボール。しっかり対応できたな。第3球を投げた。打った。サード右へのゴロ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番渡辺。今日5度目のバッター。渡辺は4タコなんだね。投げました。初球空振り。初球空振りから第2球投げました。打ちました。ファールボール。第3球を投げました。内角高め。
渡辺林葉にやられてしまいました。第9球中村もフライじゃなくてヒットに打った。さあもう1点くらい入れときたいね。今日2本のヒットを放っている山本。アウトコース低めボール。第2球投げました。よしいい感じ、すごくアップられました。中村一気にホームへ。パーフルズさらに1点追加、11対6。バッターは6番吉田。今日は3安打猛打賞。初球を打ちました。1、2塁いい感じ、いい感じ、いい流れですよ。ボールは中継。吉田いいバッティングを見せました。今日これで5打数の4安打。変化球ストライク低め。初球ストライクから第2球ボール。投球はこれから3球目。流し打ちどうだ。一塁送球でした。さあさあ切りましょう。ここに阻まれました。スリーアウトチェンジ。1回戦確実に勝ちたい。いよいよ最終回。2イニング進め鈴木で。じゃあいきます。1安打1三振投げました。初球を打った。よし、ボールを掴んだ。伊藤ベースを踏んでワンアウト。バッターは2番源田。初球から打ってった。あーいやー今の取れなかった。源田ナイスバッティング。ファインプレーしたかったな。ここまで来たら今日はここまで4打数2安打。ストライク膝元厳しい球でした。投げた打った引っ張った。あの低めを右に切れました。ファー森怖いな。ボール第5球投げた。インローへ変化球外れてボール。投げた打ちました。宇宙間へのフライ。いやらしいとこに落としてくんな。その間に一塁ランナーは三塁へ。森いいバッティングを見せました。第9球ストレート決まってストライク。いきなり156キロ。よし田中落下点に入った。押し抑えた。さあラスト締めたい。締めよう。いきなり154キロ。よし。センターフライだ。浅い当たり。ゲーム。試合終了。ゲームセット。1回戦勝利11対6。1回戦を見事勝利しました。さあ本日のヒーローは2名。まああのホームランだけだったんで、俺もよく頑張った。これ最後になるんで、俺。投げでは投球は。さあサクセスオールスターの実力どうでしょうか。まあできれば。ロッテに勝ってほしいが、さあ、おし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 、ロッテが勝った。イザヨイって読むのかな。イザヨイが増田に抑えられて勝利とし増田。新島五十嵐とホームラン打ったんだけどレアードが打って、レアード救世主レアード。でもロッテはどうなんだろうね。ちょっと強さが未知数でちょっと逆に怖いかもしれない。勢いがあるから。さあ決勝の相手はどっちだ。ソフトバンク。やはりソフトバンクでした。マルティネスが勝利して宮城が敗戦投手で、スパイネと柳田がホームラン。やはり決勝の相手はソフトバンクか。さあロッテね、どうでしょうか。ロッテ、ゾゾマリンで、じゃあしかも DH なしでいきますか。じゃあ相手ホームの時は DH なしっていう風に決めてるので、じゃあもうそれ言います。じゃあノーマル設定の チャンスかピンチ。オーダー変更は星入れ行ってみる。鈴本か星あれでしょ、 DH なしでしょ今回。だからバッティングに期待して星でもいいね。星、鈴木、高橋の組み合わせ。さあ行きましょう。